この家の中に敵がいると思ったんだけど。全然いないわよ。物音一つ聞こえないわ。家の外からは聞こえてますけどね。なんだ、外にいたのね。綺麗にダメージ入ったわ。シールドがなくなりましたね。このままここで撃ってから倒せるかしら。無理よ、敵も建築してきてるし。しようがないわね。私から出ていくわ。お嬢様下におりました。そしてすぐに階段を作って上に。敵の屋根か。下がれてしまいましたね。でも敵はそのまま下に行ったわよ。何か飲もうとしてるわね。そうはさせないわ。お嬢様壁を壊しました。だけどすぐに敵が新しい壁を作ったわ。それも壊して3000バーストで敵を倒しました。この敵はシールドポーションを飲もうとしてたのね。だけどお姉様のせいで飲めなかったと。私のせい、っていうのやめてくれないかしら。ここでお嬢様3000バーストを普通のアサルトライフルに変えます。なんかサブマシンガン以外手持ちが真っ青ね。クールだわ。本当は全て金色がいいのだけど。あ、そういえばお嬢様。何よ昨夜、アップデートの話が来ましたよ。今回はどんな変更があるのかしら。前回はクワッドクラッシャーが追加されたわよね。今回はかなり大型のアップデートみたいですよ。ほう、面白そうね。早く説明しなさい昨夜。わかりましたお嬢様。まずは最初に、トリックオアトリートということで。さあ皆さん、怖がる準備はできましたか。それなら私たちと一緒に、今シーズンのフォートナイトメアに参加しましょう。と、フォートナイトメア。今シーズンってことは、前のシーズンにもあったってことかしら。そうなのでしょう。そしてこう続いていきます。新たな武器とヒーローが近日登場します。サバイバルの友となるでしょうか。なるほど、いろいろあるのね。そして、新しいリボルバーが追加されたみたいです。新しいリボルバー。絵を見る限りでは、重心が少し長くなっていましたね。リボルバーか。まあリボルバーは別にどうでもいいわ。お姉様当てられないもんね。あ、当てられるわよ。あ、そしてこれはかなり大きな変更ですね。何が大きな変更なのよ。すべてのゲームモードでグライダーの再展開が可能になりました。え？常にフライング50みたいな感じってこと？え？ソロでも、デュオでも、スクワットでも、え？すべてのゲームモードです。まあでもこれはテストみたいなもので、確か期間は1週間とかだったはずです。それでもこの変更はかなり大きいわね。建築を崩して敵を落下しさせることができないじゃない？まあそうなりますね。いや、でも逆に考えれば私も落下しないってことか。よかったじゃないお姉様。微妙ね。建築で上を取っても、すぐに逃げられるってことでしょう。逃げるのは格段に楽になりますね。それに飛んでる敵を狙うのは結構難しいわ。お姉様のエイムじゃまず倒せないわね。うるさいわよフラン。さて、一体どうなるのでしょうか。まあでも、やってみたらどんな感じかわかるわね。そうそう、テストって言ってるんだし。多分1週間で2枠の状態に戻っているでしょう。そして敵ですお嬢様。うわ、こいつはスプラッターの一人じゃない。4連とかあんね。お嬢様ここは壁でなんとか防ぎます。敵のリロードタイミングね。これは少し仕掛けにくいわね。上は完全にお嬢様が取りました。こんなの多分意味ないわ。すぐにクワッドランチャーで破壊してくるはずよ。一体いつ爆撃が来るのか。このタイミングか。しかしかなり防げてますねお嬢様。ここに壁を立てればいいからね。今回も防ぎ切ったみたい。敵はまた箱の中に。おっと、もうリロードなんてさせないわよ。ここをこうやって編集してと。そのままショットガンでズドンだったわね。敵もかなり体力が減ってたみたいですね。少しのダメージで倒せたわ。そしてさりげなく拾うクワッドランチャー。これで敵を爆破よ。あ、扉から敵が。なんてタイミングの悪い敵。かわいそうね。あんまり削れなかったわ。敵もどうやら建築してるみたいですね。お姉様は何ぴょんぴょん飛んでるのよ。飛びたい気分だったのよ。あの連座の階段に敵が。これは一気に壊した方が楽そうね。早速クワッドランチャー使ったわ。あれ、でも当たらなかったみたい。2発目はちゃんと敵の建築に命中しました。建築破壊できてないわよ。いいのよ、これで私が上。お嬢様強引に敵の上を取りました。敵はそこの屋根の中ね。いるのはわかってる、出てきなさい。屋根を編集してきました。変な形してるわね。もういないか。下を走っていったようですね。お姉様も下に降りれば。なんでわざわざ降りるのよ。こういう時は上から撃ち下ろしてるのが一番いいのよ。敵は下から撃ってきてるわ。この距離じゃさすがにショットガン厳しいんじゃない？高すぎね。というか敵がちょうど撃てない角度にいるから面倒ね。この距離ならいけるかと。いっそのこと降りるわ。そして敵を倒す。落下ダメージ食らってるわよ。あら、食らわない高さだと思ってたのに、ほんの少し高かったみたいですね。まあいいわ、これくらいのダメージなら特に問題なしよ。本当かしら。それじゃあ次の敵を探しに行くわよ。レイジーリンクスまで来ましたね。あ、敵がいるわ。そっちに何かあるのかしら。お嬢様アサルトライフルを撃ちますが当たりません。おっと、目の前に壁を出しちゃったわ。相変わらずの残念エイムが見れたわね。言ってなさい、あの敵、木の後ろに隠れたわね。この敵に対してお嬢様容赦なくクワッドランチャーを撃ち込みます。敵はスナイパーライフルを撃ってきてるわね。やっぱりこの距離で直撃を狙うのは少し無理があるかしら。相当難しいかと。建築も敵に壊されるわね。シールドが少し削れたわ。それでもお嬢様前に行くことを諦めません。もうリロードでしょ。私は崩されると思うわ。かなり早く上に行きましたが、やっぱり敵の方が早かったわね。この落下ダメージがなくなるってことか。次のアップデートが来ると、そうですね。やっぱりかなり感覚狂いそうだわ。ここでクワッドランチャーをリロード。敵はどう出てくるでしょうか。なんか、攻撃してこないわね。上取っててチャンスなのに、今がお姉様殺すチャンスよ。呼びかけるんじゃないわよ。シールドポーション飲んでる時間あるのかしら。敵が攻撃してこないみたいだからね。これでシールドが100です。無理して戦えそうね。そこから出ようかしら。やっぱりここからね。何か理由があったのですか。いや、なんとなくよ。これで敵の上取れるのかしら。敵が何もしてこないなら取れるわ。確かに取れてます。さて、今度は私が上から撃つ番よ。今謎の場所にショットガン撃ったわよね。ごしゃよ、お嬢様、敵が下を崩しています。一体どこで撃ってるのかしら。つまり昨夜、お姉様はどうなるの。落ちます。ちょっと。本当に落ちたわね。あの敵許せない。その敵は一体どこに。さっきから見えないって言おうとしたけど、いたわ。
お姉様のショットガンは当たらず。敵はリロード中のようです。上には登ってこないみたいね。それならさっき言った通り、上から撃ち下ろさせてもらうわ。敵にガンガンの雨が。ナイスキルですお嬢様。ふう、危ないところだったわ。一番下の土台から壊してたらお姉様死んでたかもしれないのにね。それはどうかしら。ってことで新しいアップデートが来たわ。あの後死にましたねお嬢様。何のことかしら。震えてるわよお姉様。それにしても、上に撃ち島がこんな風に粉々になっちゃったわ。確かにバラバラですね。っていうか私あそこの宝箱取りたいんだけど。この風で取らせてくれないわね。最悪だわ。これじゃあ開幕武器なしとかありえるわ。あ、でもお嬢様。あんなところに宝箱が。増えてる。あの宝箱は私のものよ。宝箱の前で敵に取られるとかありそうね。まさかここで敵に取られるなんて。近くに敵はいません。遠くから撃たれてるけどね。ここは、アイテムを拾ったら緊急脱出。お嬢様風に乗ります。遠くまで逃げちゃうの。いや、もう少しここら辺のこと知りたいし、ひとまずこの下に降りるわ。しかし、ここは水の流れがあってやね。降りたお姉様、すぐにミニシールドポーションを飲む。それにしても武器がハンティングライフルだけは、かなり厳しそうですね。大丈夫よ、頭に入れれば一発だし。それができたら全員武器スナイパーライフル系よ。あ、近くにミニシールドポーションか。いや、これはもしかしたら罠かもしれないわ。こんな罠仕掛けてる敵いるかしら。正面に敵はいますが、よく狙って、一番、ウェイジー。出た、まぐれヘッドショット。まぐれじゃないわよ、失礼ね。いや、まぐれよ。なんかすごく冷静な顔で言われたわ。お嬢様、宝箱です。またクアッドランチャーが出たわ。クアッドランチャーを使えってことね。飛んでる敵を発見したわ。お嬢様も飛んでいますね。敵は足場が狭いところに着地したみたいだけど。上から狙うっていう考えね。残念だけど、私はさらに上から狙うわ。しかし敵は風に乗って飛んでしまいました。いくら撃っても倒せないわよ。誰が倒せないって。お嬢様飛んでる敵を撃ち落としました。まぐれよこんなの。震えてるわよフラン、大丈夫。く、残り敵人数21人です。金のクアッドランチャーを手に入れてしまったわ。それどうしたのよ。補給物資から出たのよ。今敵が見えましたね。なんかこれお姉様に警戒しながら来てない。確かにそう見える動きね。いつ撃つのですか。引きつけて、引きつけて。そこよ。お姉様撃った。そして敵瞬殺。本当に一瞬の出来事だったわ。もしかしたら今日はものすごく調子がいいのかもしれないわ。さっき死んでたくせに。さっきはさっきよ。もう残り敵人数8人ですか。残りの敵も殲滅よ。なんかこっちに向かってきてるわ。バレないように近づいたつもりだったのに。めちゃくちゃ上立ってくるわね。お嬢様建築を壊して敵を下に落としました。それで同じ高さよ。そして私はそこから上を取る。敵も立て直し結構早いわ。あ、しまった。お嬢様下に降りてしまいました。今のはやっちゃったわねお姉様。建築したと思ったのに。まあいいわ。ゆっくりクアッドランチャーをリロードできる。お嬢様、ここから飛んで逃げるということもできますが。しないわ。シールド体力どちらとも弱。この状態じゃまだ逃げるには早い。でもこの状況でどうするの。敵が下に来てくれたら、私がカウンターで上を取れるんだけど、なかなか敵も動いてきませんね。ずっと上にいられるのが一番嫌だわ。ずっと上から見られてるってことだからね。とりあえず動いてみましょうか。敵の建築が見えました。あ、なるほど、そこにいたのね。ちょっと、なんでまた下がってるのよ。いや、ちょっと心の準備が。お嬢様あれからずっと下にいますね。ついに敵が撃ってきたわよ。ふふ、このタイミングを待っていたのよ。なんか言ってるわ。防戦一方ですが、敵の攻撃が緩んだ時にこそ勝機はあるわ。ってあれ。お姉様、編集のやり方ってわかる。わかってるわよ。今2回ミスを起こしましたね。ちゃんとやったつもりだったんだけど、おかしいわね。お姉様、この動きは危ないんじゃない。敵が上から撃ち下ろしてきてますね。舐めるんじゃないわよ。こういう時のクアッドランチャー、反応するところに一番上手。あ、出た。グライダーよ。忘れてたわ。落下ダメージは期待できないんだった。サブマシンガンで少しダメージは与えましたね。そこよ。あ、ヘッドショット入ったわね。146のダメージで敵が沈みました。持っててよかったクアッドランチャー。しかし、あれがグライダーを開ける強さよね。本当に落下死の恐怖がなくなったように思います。私も早く、落下しそう。って状況になりたいわ。お姉様はそのまま起きていいと思うわよ。いやよ、下で銃声ですお嬢様。あれ、これもしかしてかなり私のポジション有利なんじゃない？そりゃこれだけ高いところにいればね。まあ次のアンチには入っていませんが。いたわよお姉様。悪いけど、撃たせてもらうわ。敵をヘッドショットで仕留めました。その近くにまだ敵が。あの敵も弱っているのかしら。お嬢様クアッドランチャーを打ち込んだわ。お姉様、飛んで。いや、まだ飛ぶ時じゃないわ。しかしこの足場では落とされてしまいますよ。すぐに建築すれば特に問題はないわ。敵の攻撃をうまく防いでるわね。この位置、かなり有利だからそう簡単に降りたくないんだけど。敵が建築してるわ。後ろが無防備よ。敵のシールド64カット。さて、このまま仕留めたいわね。しかしクアッドランチャーはここでリロード。さっきしっかりリロードしておけばよかったわ。壊れた。あの敵が動いて回復してるわ。その途中だけは認めるわ。今のお姉様の一発で敵のシールドが剥がれたわね。ふふ、これは私が勝ったも同然。最後まで何をしてくるかわかりません。お気をつけて。あれ、そもそもあの敵どこに行ったの？見えなくなった。見えないわ。この近くにいるのは確実だと思いますが。まあいいか、そもそももうすぐ嵐が来ちゃうのよね。ここで倒しておかないと後で脅威になるわよ。そうなったらそうなったで面白いわ。っていうか、誰かが飛んでる音が聞こえるのだけど。今お嬢様が追ってた敵でしょうか。多分違うわ。姿が見えてない最後の一人よ。多分アンチの方に飛んでいったわね。
ってことはあっちかしら。あの補給物資の近くで敵の建築が。それじゃあ予定変更して、あの敵から倒すわ。いきなりクワッドランチャー撃ったわね。敵を絶対に倒すという意志が感じ取れます。でもノアドロン発で弾がなくなっちゃうわ。まあもうなくなってもいいわ。建築バトルになりそうです。どっちが先に上を取るかしら。ほぼ同じタイミングだわ。どっちが先に銃弾を当てるかよ。お嬢様が先に当てました。しかも上も取ったわね。この勝負私がもらったわ。敵の建築を撃っていきます。無駄な抵抗はやめて早く出てきなさい。なんで今一瞬後ろ向いたの。いや、何かを探したような。あ、お嬢様上です。上ち、ここで。あ、AMGヘリーショットガン一発で倒しました。あとはお前だけよ。早く出てきなさい。今度は編集うまくいったわね。そしてお嬢様を穴にかけようとする敵。あらあら、危ないわ。まるで分かってたように外に出たわね。そりゃ自分の壁で囲んだ場所に敵が入ってきたら、トラック設置するわよ。お嬢様、うちのクワッドランチャーです。痛いわね。一瞬かっついたわね。最後のお嬢様ショットガンでヘッドショットです。まさかアップデート一発目で優勝できるとは。なんかお姉様にしてはうまくいきすぎね。もしかしたら調子いいんじゃない。知らないわ。ってことで今回はこれで終わりよ。それじゃあね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録、高評価、コメント気軽によろしくお願いします。それではまた次の動画で。